あのすごい、いたーちゃん、おはようございます。はい、どうも、ケイスケです。今日はですね、なんと1年に1回インタービーって皆さんご存知でしょうか。まあ、CP プラスっていうカメラのね祭典みたいなのがあるんですけども、まあ、それの動画版、映像版のインタービーっていうのが、今日、11月17日から3日間あります。で、今日はそれの現地レポということで、いろんなブースを、このカメラと共に回っていきたいと思います。はい、今日はね、あのフラット君と一緒に、まあ、他にね、あの僕がやってるコミュニティのメンバーとかも一緒に回ると思いますんで、ぜひどんなアイテム、新しいアイテムがあるのか楽しみながら一緒に見ていきましょう。それでは行ってみましょう。ご協力ありがとうございます。はい、ということで、まずソニーブースの方に移りたいと思います。で、ソニーブースといえば、昨日一昨日ぐらいにベニスっていう業務用 の、 あのシネマカメラの2、ベニス2が出たんで、触れたら触りたいですよね。はい、ということで、ちょっとその辺も含めて、見ていきたいと思います。お願いします。はい、あ、ここでも見れんだ、すごっ。へー、やっぱ全然その富士とかとは発色がちょっと違うね。とりあえず触ってるんですけど、あんまどこをいじればわからん。でもファインダーとかめっちゃ綺麗だったよね。ファインダーめっちゃ綺麗だし、でもなんだろう、めっちゃ何がいいって言われるとむずいね。やっぱ実用してみないと結構わかんない部分が多い気はする。で、なんかベニスっていうカメラだと、なんかここに多分さっき船員さんが説明してくれたんだけど、エクステンションっていうのがここねあって、こうなんかセンサーの部分、カメラのセンサーの部分だけ前持ってって、本体の重たい部分背中に背負って使うとか、そういうことができるのよ。そうするとなんか大きいシネマカメラでもいろんなこう、ね、動きの大きいアクションとかできたりするし、まあ、ちっちゃいジンバルにも乗っかるのかな。そこそこちょっとコンパクトなジンバルにも乗っかるっていう感じのシネマカメラになります。こういうのが結構ね、あのベニス1とかだとポカリスエットの CM とかに使われたりしてて、結構そういうの面白いです。これがエクステンションのシステム、全部 E マウントでこれもつけれるし、多分シネレンズとかも他にあってつけれるという感じになってます。面白い。グリップのところをこだわって作って、はいはいはい、あ、もしよろしければ持っていただくこともできるんですけど、グリップをこだわることによってよりこう見た目よりもこう重く感じないような感じは、全然むしろ軽いです。むしろ軽い、はい、このボタンは何なんですか。このボタンですね、あのカスタムボタンになっていて、はいはいはい、右肩にも2つと背面に2つあって計4つあるんですけど、はいはいはい、例えばですね、この状態で左手の背面ボタン2回クリックしていただくと、今ジンバル化、なるほど、2回押すと真ん中に戻るんだ。なので、あのカスタムボタンはあのお好みに合わせてあの設定することができます。へー、あの本当にジンバルみたいな動きするんですね。はい、そうですね、あのおっしゃる通りです。ありがとうございます。ありがとうございます、よろしくお願いします。面白かったです、すごく。バンリンクス、一応ですね、僕はここ の、 あのバンリンクスさんにいろいろジーウンのお仕事とかもらったりしてます。ジンバルもそうなんですけども、ライトとかそういうのもね、すごい最近力を入れてるらしいので、いろんな製品があります。レッドじゃん。レッドってバッテリー重っ。こんなコンパクトなのにさ、バッテリーこんな重いんだね。こちら僕もレビューさせていただきました、クレーン M3。 そっか、 FX3 が乗るのか。いや、マジで僕的にはこのね、クレーン M3 は今季一番いい気がする。よく考えたらソニーのカメラフロントヘビーになりがち、要はレンズの方が大きくなりがちだから、 FX3 とかの方が相性いいかもしれない、今気づいたけど。そうそう、後ろが重くなる方がなんか調整、バランスとかも調整しやすいと思うし、あのわざわざ前、あの後ろに重心持ってかなくていいから。あとファインダーもないから、 FX3 とかはめっちゃ相性いい気がしてきた。なんか動き良くない？めちゃめちゃすごいと思うんだけど、これすごっ、やば、めっちゃ可愛い。でもありがとう、さすがだわこの格好は。あ、これでね、なるほど。やっぱでもこっちはピンクの方がいいね、相性がいい、サイバー感ある。
い、ということでこちらローニンの 4D です。すごいねバランスがなんかね面白い、新しいカメラ感があってめちゃくちゃ面白いですね。で、このね手前とかでフォーカスとかを全部いじれるんですけど、オートフォーカスもあのライダーセンサーっていうのを使ってる、まあ、iPhone とかと同じですね、ライダーセンサーを使ってるんで、まあ、それによって他のレンズでもオートフォーカスが効くという感じになってます。だいたい重さは4キロぐらいなので結構重いんですけど、バッテリーがだいたい2時間ぐらいですね、2時間ぐらい持つ感じになるらしいですね。で、キャリブレーションしてから使うんで、まあ、立ち上げには30秒ぐらいかと思います。これでレンズ変わって向き変えられて、上下はこれで抑えるんだ。そうですね、で上下なんですけど、はい、上下の動きをより抑えないんですか。ここですね、ここにボタンがあるので、押してもらうと全然期待してるんですよ。おあのすごい、いわゆるこれ離した状態だとどういうモードかというと、はい、本体の位置に合わせてゆっくり位置も変わるんですね。はいはいはい、そしたらここを押すとできるだけその位置を維持しようとします。おすごい、これ立ち上がるのにまあでも10秒ぐらいか。そうですね、ただ立ち上がってすぐ使ったらいいんですけど、できることならばジンバルのキャリブレーションをした方がいいんですよ。あ、なるほどなるほど。で私これ1回あのメーカーから借りて一晩テストしたんですよ。はいはいはい、で試さずにオートキャリブ、オートチューンをせずにやると割とガタガタで、なるほどなるほど、これやった方がいいです。なるほど。ケイスケの動画デレンデンイタチャース。こんにちは、 FPS24 のお二人です。オンラインにあれですか、あれでしたっけ、お二人の映像流れてるんでしたっけ。そうなんですよ、今オンラインで、はい、なるほど。じゃあここには流れてるわけじゃないですね。ここには流れてないと思います。あ、なるほどです、ありがとうございます。行きましょう。お二人と会いました。結構見回りました。結構見回りました。一応すげえ音響に絶対音を邪魔されてます今結構見回ったんですよ。なんかソニーとかも新しいベニスっていうシネマカメラ出たりして、それとかあとローニンの 4D とかちょこちょこ見て、おもろいっすよやっぱ。なんかなんかおもろいっすとにかく。え、たけるさんが今回使ったレンズはこれですか。あ、こちらです。これですか、やばでか。え、持ってみていいですか。これがな、何、あ、PL マウントですか。これ EF なんだ。じゃあ今回あれ SIGMA FP に EF のマウントコンバーターつけてみたいな感じなんですか。あ、そうですね、それで使っています。これってこういうシネレンズだと普通のレンズとどういう違いがあるんですか。まあ、まず一つはやっぱ外観がしっかり、まあ、どのレンズも揃ってるんで、はいはいはい、まあ、付け替えした時に使いやすいっていうところが一つ、うん、あとはあのこのフォーカスリングとかの回転の幅がとっても大きいんですよね。360度全部いけるぐらいの勢いがありますので、やっぱり微妙な変化とかフォーカスの動かしとかしたいっていう場面の時にやっぱりこの利便性とか、うんうんうん、あとは、まあ、このハイエンドな撮影では有用だねってことです。なるほど、どうすか。BMPCC 画面が大きいですね。画面大きいですよね。これ 6K プロじゃないか、 6K か。 6K です。いいですね。僕もちょっとこれ使ってみたいんですけど、あまりにバッテリー持ちが悪すぎて、そうバッテリーをいっぱい持っていくか別のバッテリーグリップを使わなきゃいけないから。 BMPCC は10分ぐらいです。そんなにですか。多分 10分15分ぐらいです本当に。これシグマのちょっと新しめのレンズなんですけど、18-55mm ちっちゃい。いやこれすごいわ、すごい。うわこれでも1個の正解だわマジ で。あとあの近接がワイドで寄れるっていうのは変わらずやってますんで、はいはいはい、この内側まで実は入るぐらい。ああ、そうなんだ、はい、撮ってもいいですか。はい、もちろんもちろん。ここまで寄れる、ここまで寄れます、この距離感。めちゃめちゃ宣伝が。ありがとうございます。画面ついみたいになってる。いや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 、いやでもめっちゃおもろかったです。いいレンズ、すいません、はい、ぜひお試しいただけ。いやでも本当にこれ、1個正解っすわ、うん、28通してこのコンパクトさで合わせて12-13万か、ね、13万ぐらいで揃ってって考えるとこれで何でも撮れちゃいますもん ね。 そうなんですよね。でここ今映像の祭典なのでぜひ紹介する。やっぱ APS-C のサイズって映像の世界では定番のサイズなので。そうですね、なんか要はフルスーパー 35mm みたいな。スーパー35になりますんで、あの全然ここなんかフルサイズに引け目感じることなく使えるレンズだと思います。確かに。いやありがとうございます、はい、お楽しみいただきたいと思います。いやすごいわこれ、すごかった、
これ映していいやつですか？全然いいっすよ。あ、いいな。需要ないけど。おはようございます。柴田さんでーす。あの YouTuber と弁護士とカメラマンやっております。弁護士もやってるんですか？弁護士は嘘です。嘘なんかい。ワンちゃん本当かと思ってた。はい、ということで大体回ったんですけども、最後に健康ときなブース、ちょっとね、あのちゃんとは見れてなかったんで、そこ回って今日のインタビューは終わりにしたいと思います。まだね、回りきれてないけど、あ、金髪いる。発売されてないやつですか？そうですね、先週発表されたばっかりで、はい、変態的な、でもウィーブルより安定してるような気はするけど、このなんか始まりのこれいいんすよね。そう、ゆっくりですね。 あとなんだっけな、なんか友達の TikToker が彼で撮るのが一番モザがいいっすか？今回これベースごと抜けてそのまま上にさせる、これが抜けちゃう、そこ。なるほど。でこれをこのままガチャッ、そう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 、ああ、そういうことです、そういうことです、はい、じゃあ視聴者プレゼントとして何百台 OK なんでしたっけ？2000だっけ？3000。どんどん上げてこれいいわ。ここにセンサーがついてて、これ映して大丈夫ですか？大丈夫です、はい。この人を追従してくれると。俺も撮っとかないとダメじゃない？これね、 OK サインを目の前で押すとスマホ連動しなくても人を追従してくれると。いや、すごい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 、いや、すごい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 、いや、すごいわ。あ、これはすごいわ。パーサインで、すごい。スマホを開かなくてもトラッキングできるっていうのがめちゃくちゃいいです。はい、ね、ということで、もう、終わってきました。思ったより楽しかったね。あ、楽しかったですよね。なんかね、インタビューっていうともっとなんか放送機器みたいな、はい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 、前は感じがあったんだけど、ありましたね。結構コンシューマー向けの製品もいっぱいあって、確かに確かに、うん、普通に楽しめた。結構最後のやっぱ健康ブースいろいろあるんで面白いですね。ああ、そうですね、健康的なブースはあのもうほぼほぼコンシューマー向け製品、確かに、とは言えないけどコンシューマー向け製品も結構置いてあったかな。確かに面白かったです。全体的にでもなんか CP プラスよりもちょっと、え、でもその方が俺らとしても良くないですか？面白い。そうですよね、うん、ちょっと逆に面白いじゃないですか。ちょうどいい塩梅が結構あったのが、うん、僕らは結構面白かったかなと思います。はい、ということで、今日の動画はこんな感じでした。いかがでしょうか？この動画ちょっといつに出してるか分かんないんですけど、当日に出してたらあと2日間、18、19とありますので、ぜひ行ってみてください。ということで今回の動画は、この辺にしたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。神々じゃねー。